愛知県刈谷市東京町神田32番地ににある公共図書館。刈谷市中央図書館、刈谷市上町図書館、刈谷市藤松図書館の3館からなる刈谷市図書館の一つである。3館目の図書館である刈谷市藤松図書館1984年4月15日には刈谷市役所藤松支所跡に藤松市民センターが開館し、2階には 自動書4700冊、一般書約1500冊の公民館と書室が設置された。1990年5月3日には、住吉町に刈谷市中央図書館が開館。それまでの刈谷市立刈谷図書館は、白町文館に改称した。刈谷市の自治体域は南北に細長い形状をしているが、中央図書館と白町文館はいずれも刈谷市中部にあり、 刈谷市北部の住民からは、3番目の図書館を北部に、と図書館建設の強い要望があった。1998年度には、東京町の刈谷市立藤松北幼稚園跡地に、図書館の新設を決定し、刈谷市市政施行50周年記念事業の一つとして、建設された。1999年6月には、刈谷市藤松図書館の建設工事が着工され、 2000年5月5日には、北部の東京町に、仮谷市藤松図書館が開館した。藤松図書館の開館に先立って、2000年4月には、白町文館を仮谷市城町図書館に改称している。建設費は、図書や、重機も含めて、約5億2200万円。藤松図書館の設計は、庭江治建築事務所であり、庭江治建築事務所は、名古屋市森山図書館。 名古屋市鶴舞中央図書館、長久手市中央図書館などの図書館建築も手掛けている。藤松図書館は、鉄筋コンクリート作り2階建ての建物であり、蔵書収容能力は6万6千冊である。延べ床面積は1560.02平方メートルである。1階には、一般閲覧室、新聞雑誌コーナー、CDAV コーナーなどがあり、2階には、 自動閲覧室、お話の部屋、学習室などがある。エントランスホールには、カリア氏の花であるカキツバタを描いたステンドグラスがある。すぐ北側を、伊勢湾岸自動車道が通っているため、窓には二重ガラスを用いるなどして、防音に配慮している。貸出カードの作成可能者カリア氏キヌーラ東部、広域行政権東浦城1995年度には、 金浦東部広域行政権の在住、在勤、在学者への貸し出しを開始した。また、開館時間を延長し、貸し出し冊数を10冊に拡大した。2011年には、刈谷市、地竜市、高浜市、下郡東浦町の3市1町で、定住自立権協定を締結し、東浦町の在住、在学、在勤者にも、広域貸し出しを拡大している。 ありがとうございます。